手出しとラリーと実践形式の3つの練習でどういうのを意識していけばっていうのをお話ししていきます。こんにちは、スリービジョンの小畑です。今回は練習するときに意識する順番っていうのをお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。で、まあ、今回なんですけど、ツイッターで質問をいただきまして、で、手出しとか球出しとか実践形式とかどういう風に意識すればいいですか。結構やっぱりアドバイスを 練習前とかに思っていても、実際にプレーに入ると忘れてしまってできなかったりとか、結構なんだろう、俺何してるんだっけってなっちゃったりする人が多いらしいんですよ。なので、こういうふうに意識すれば練習をするたびに上達できますっていうところを、今回も僕のレッスンのメソッドみたいな感じなんですけど、皆さんにお伝えできればと思います。で、今回話す内容なんですけど、まず手出しとラリーと実践形式の3つの練習で、そのポイントポイントにどういうのを意識していけばっていうのをお話ししていきます。で、最後まで見ていただければもう皆さん自分で練習してもテニススクールに通っていて、プライベートレッスンをつけてなくても、まあ、上手くなれるっていうところまでお話しできたらと思うので、最後まで見てください。では行きましょう。はい、でも結論から3つ最初に言っちゃうと、手出しはまずしっかり自分の打点で打った時に正しく力を伝える方法っていうのを形として作っていく練習になります。で、2つ目なんですけど、ラリーはその自分の打点で力を伝えるのを身につけたものを対人で出せるように練習していきます。フットワークとかですね、フットワークとか距離感の使い方です。で、3つ目の実践形式っていうのは、距離感がしっかりつかめた上でそれを狙ったところに打つっていうのを練習していくテーマになります。で、この3つできていくとかなり良くて、最初のところから話していくと、手出しとかだと本当に自分で分かっているところに打つじゃないですか。で、これで結構多いのが、手出しは調子いいんだけどなみたいな、ラケット出しになると絶対当たらないっていうのが多いんですけど、まあ、体をしっかり使ってここでインパクトすれば、おいいボール飛ぶなっていうのを体に染み込ます。なので、一番手出しで意味ないなと思っているのは、打点が毎回コロコロ変わってしまう、ちょっと意味がないです。なので、打点を統一させてしっかり力を伝えることができれば、それがラリーでも活かせるので、そこを最初にやっていきましょう。まず球出しいきます。はい、今手出しで打ってるんですけど、この時に意識するのは、手出しは毎回同じボールが出てくるので、毎回同じようなところに入るのがすごい大事です。で、これで手出しだからといって速いターンとか、すごい回転をかけるとか厳しいコースを狙うよりも、毎回同じ出てくるボールに対して同じようにしっかり打点に入るっていうのがポイントになれればいいんじゃないかなと思います。で、僕今回意識したのはちょっとの入り方で打点をしっかり前で取るっていうのを意識してるんですけど、これとかは横の距離とか前の距離が近かったらどうしても大きくできれないので、そこで自分のスペースを作るっていうところをちゃんと意識してみました。まず追加でタイミングとかも意識してみたんですけど、これを今の実践で生かすために、手出しの時にしっかりリズムとスペース、タイミングっていうのを実践してみたらやっています。なので、手出しの時は多くやるというよりは結構大事なテーマを取って、それに対して練習してみてください。はい、では次ラリー練習をするんですけど、ラリー練習の時はやっぱり人がいるので負けたくない気持ち、僕結構負けず嫌いなんで、じゃあいい球打とうとか、あいつをミスらせてやろうとか思っちゃうんですけど、それよりも、まず自分のしっかり今テーマにした打点を前で取るとか、横のスペースしっかり広く取るとか、リズムしっかりやるとか、今回は打点を前で取るところが一番のテーマなので、そこを意識するんですけど、ラリーしてる最中にもう1個のテーマ絞ってやってみます。で、なのでラリー対人だとやっぱりボール飛んでこなかったりとか、めちゃくちゃ飛んできたりするんですけど、自分のテーマ1個クリアできるように頑張っていきますので、見てみてください。はい、今ちょっとカメラマンの翔平くんとラリーしてもらってます。彼ちょっと3ヶ月ぶりなのでゆっくりちょっとやってます。で、これで意識してるのは本当に打点前に入ることですね。なので、ボールとの距離しっかりスペースを作ってインパクトすること。で、これがどうしてもやっぱり近かったりする、近かったり自分のタイミングが遅れてしまうと打点が食い込まれてしまって打てなくなるので、僕もちょっと見てみて、あ、こういう風になってるんだって感じだったんですけど、しっかりスペースを取って前で取るっていうところを意識してやっています。なので、やっぱ多くやるってよりも、今回僕もラリーしてみて思ったのが、打点を前にする1個に絞ったことによってかなり自分も気づきがありましたし、結構いいなっていうふうに思ったので、ラリーの時にもただつなげる、ただ打つじゃなくて、こういうふうに1個ポイントを注目してあげると練習になるんじゃないかなというふうに思っています。
ぜひやってみてください。はい、で最後これは試合形式ですね。で試合形式をやることによって何がいいかっていうと、ラリーでただ返すだけじゃなくて自分のやりたいプレーっていうのを、まあ、そのやっぱり試合中に自分のやりたいプレーに持っていけたら、まあ、取りやすいじゃないですか。もちろん理想通りにはいかないことの方が多いと思うんですけど、それをやっていきます。で今回僕のやるテーマとしては、自分がコートの中に入れたボールはしっかり打ってボレーにつなげるっていうところです。ちょっとあのヒッティングパートナーの翔平くんがどこまで持つか分かんないんですけど、少しずつゆっくりやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。はい、では今実践形式で中に入るところやってるんですけど、中に入ったボールをしっかり探していくためにラリーしながらですね、打点前で取って、しっかりコートの中に入ったらボレーに詰める流れです。でこれがテーマがやっぱ1個なので、やることはとテーマは全然違います。でやることとしてはコートの中に入ったボールを攻めるなんですけど、テーマは中に入っても打点を前でしっかり取るっていうのがテーマになります。でこれがあのブレてしまう原因としては、ゲームの時にポイントを取りたいとか綺麗に終わりたいというふうに思ってしまうと、どうしてもグダグダしてしまうので、まあ、こういうふうにテーマを1個絞ったら、それができたら OK、 その後ボレーがミスろうが、あのボールがアウトしようが、それは OK で、アウトした原因を下がった後にそれが後で今後のテーマになっているので、まずはしっかり1個テーマを絞ってそれをしっかり統括することが大事になってきます。はい、では今回は練習の内容によってテーマを変えていくところでやっていきました。で練習内容がブレてしまう人は、手出しの時はしっかりフォームを作って、自分のテーマ通り打点が前で取れたらいいボールを飛ばせるようなフォーム作りをしっかりする。でラリーでは相手が打ってきたボール、人間が打ったボールなので乱れますよね。その中でしっかり自分の思い描いたボールを打てる回数を増やすための練習としてやっていきます。で今最後ゲーム形式になった時には、それをパターンの中に落とし込んでいくっていう風にやっていきます。でこれをしっかり回していくことによって、あのパターンの練習の時にミスしてしまった、例えばアウトしてしまったら回転量が少ないので回転量をちょっと増やそう、じゃあ球出しに戻って技術を上げる、でラリーで実践する、でパターンに落とし込む、でまたミスが出てきたらこのサイクルをずっと回していきます。で正直これあのポジショントークになっちゃうんですけど、結構一人でやるのとかテニススクールでやるのどうしても難しいです、他の人がいるので。なのでプライベートレッスンとかたまにスポットで入れてあげて、こういう風に自分のパターンを作っていくとかなり上達につながるんじゃないかなと思って、ぜひご連絡お待ちしております。はい、で今回の動画は以上になります。私の YouTube チャンネルではこのようにテニスを上達するための方法ですとか練習方法などをあのお話ししておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。 LINE アットで今アドバイスの定期配信をしておりますので、もし興味がある方は無料なのでご登録お願いします。ではありがとうございました。